はい、どうもです。今日はバイオハザードリベレーション2をやっていこうと思います。よろしくお願いします。めっちゃこっち見てる。あのリベレーションはね、あの前作僕はあの 3DS でやってるんですが、あの1番ですね。あ、結構ね、あのバイオシリーズの中ではなんかあの5かな6かな、その後に出てるのかな。あの世紀の方がね、だいぶ荒いゲームになってたところですね。結構あのバイオらしいバイオで、あの面白かったっていうイメージがあるので、リベレーションシリーズには自分はすごいイメージがいいんですよね。だからこの2もすごい楽しみにしてました。じゃあやっていきますね。バイオハザードリベレーション2。あ、それ言ってくんねえんだセリフになっちゃった。あのね、このゲームはあのもう1ヶ月ぐらい前からね、あの分割でね、あの4つに区切って販売してたんですよ。ずっとダウンロードで700円ぐらいかな、1エピソードみたいな感じでね。で、自分はこのね、パッケージ版画が出るまで待ってたんで、字幕、言語設定、音声、お、音声って、あ、なるほどね。あ、音声も日本語にできんだ。じゃあ日本語で喋ってほしいな、俺。ってなると字幕いらないんだけど、まあ、いっか。字幕表示。まあ、一応オンにしましょうかね。聞き取りにくい時があるかもしれないので。へぇ。ちゃんとあの、いつもの声優さんでやってるんですかね。新しいカタログ配信されてます。レイドモードの制限。あ、そう。あ、これ、今いいや。レイドモードっていうのはね、なんて言うんだろうね。どう例えればいいんだろう。ロープレみたいというか。これがね、この、俺、ノゲゲンと二人でやる予定だったんですけど、画面分割で、要は、あの、オフラインで自分の横にいる人としかできないんですよ、ストーリーがね。だからね、今回はシングルでやります。はい、じゃあノーマルでいきましょう。さすがにね、カジュアルはないね。夜の恐怖、夜ではない恐怖。バイオテロ。それはまさに今、そこにある恐怖。ウイルスが悪用され、悲惨な事件や事故が次々と起きているのです。バイオテロ超えてないそれ。この状況を救ってくれるのは誰でしょう。票のために魂を売り渡す政治家ですか、儲けのために平然と消費者を裏切る企業ですか。いいえ、私どもにお任せください。我々は権力に臆することなく、常に世界を見守り、いつでも恐怖に立ち向かう用意を整えています。そしてバイオテロや薬害の被害者を救うため日々戦っているのです。我々の名は NGO 団体テラセーブ。世界を恐怖から救うため我々と共に立ち上がりましょう。お疲れ様。クレア。よ、クレア。おお、クレアね。モイラ、ようこそテラセーブへ。クレア・レッドフィールド先輩、いじめないでね。やめてよ、友達でしょ。だからふざけてんのよ。ちょっとクレア、いいかな。何にいる。合衆国で気になる動きがある。何か聞いてるか。え、新種のウイルス？どうして？トライセルは壊滅したはず。違う？ニール？ファイブのやつですね、トライセル。あれがバリーの娘か。おお、そうなんだ。BSAA のコンサルタント、バリー・バートンのね。でも彼女には言わない方がいいわよ。父親のこと？知ってるよ。あんまりうまくいってないんだろ。すごい。まるで探偵ね。他にどれくらいプライバシーを侵害してるわけ。俺もテラセーブを守るため、敵も多いからな。とにかく調教は頼むぞ。調教って馬じゃあるまいし。やれやれ。なーに、まだパパと冷戦中。もう最悪よ。パパは私のやることなんだって反対するんだから。テラセーブに入りたいって言った時も。あ、
急展開ですね。そうか、バリーの娘なんだね。バリーあの1に登場した人ですね。あのこの前俺 HD の実況したと思うんですが、あとはゲームボーイ版っていうのが存在してですね、それの主人公でもあるあんまり知らないと思う。ろくでもねえところに、なんだこれ、勝手に開いたわ。どういうこと。しかもなんかテラセーブの施設テラセーブ、こんな汚ねえとこに。あの CM からはちょっと想像つかない、ね、あ、なんかモイラっぽい声が聞く。ダッシュで、ダッシュ。あ、いた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 。心配いらないわ、なんとかするから。モイラ、大丈夫？怪我はない？クレア、わけわかんないよ。落ち着いて。ここ何なの？私たちが、なんとか。あ、いた。もうやだ、こんなとこ耐えられない。分かってる、ここから出るわよ。なんか監視カメラで見られてるみたいなことですね。あれ、私たちが何したっていうの、これどういうこと。私にもわからないわ。なんだこれや。ここめちゃくちゃだよ。何があったの。なんかすごいっすね。バイオハザードの世界観超えちゃってる気がするんだけど。ダークソウルみたいになってる。布袋がぶら下がってますね。だな。あ、なんかキャーって言ってる。あー、なんか血が。今のは。他にも誰かいる。おお。趣味ですね。あらららら。奥の部屋から進めそうだけど。お、ナイフゲット。古いけど使えそう。こっちも使える。それ武器じゃない。そう、なんかね、風の噂に聞いたんですけど、この 2P キャラ、まあこれ本当にあの協力プレイの場合ってね、片方なんか戦闘能力なかったりするらしいですよ。ライト照らす係みたいな。いやー、のげげんにライト照らさせてのげげん釣りしたかったな。これどこ行くんだ、これかな、もしかして。あ、やっぱり。実験体収容に従事する者は以下の点を守ること。監視は24時間体制、常にセンサーの変化に注意し10分ごとに記録を残す。実験体に異常が発生した場合は即座に処分。実験体、おそらくその実験体ってのがなんかいたんだろうけど暴れちゃったとかそんな感じかな。なんかこう手でなぞったような跡があります。なんか絵の具で塗ったような赤色だな。ケチャップかな。うん、これね、ナイフモーション相当早いですね。こ
これクレア相当いいんじゃないかな。くれば進めそう。モイラ手を貸して。ゲーム的な話をすると行って。格闘の才能があると思います。いいよ、ありがとう。危ない、下がってて。ん、どうすんの。押すんだ。あ、なんか奥の棚揺れてない今。奥側の棚が今、ほら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 。この野郎、死ねえ。びっくりした。あ、なんかまた奥でキャーって。分からないわ。今のが実験体とやらかな。もうなんかすげえぞ、奥がバタバタいってる。あ、わあわあわあ、キャキャ言ってるよ。なんかめっちゃいるんですけど。誰か追っかけられてる。行くわよ、早く。早くって言われつつもちょっと俺アイテム漁りたい、アイテム漁りたいボーイ。大丈夫かな。ガンバ頑張って。ペケ、何これ。あ、グリーンハーブだ、やった。よしよし、これ食った方がいいかな。よいしょ。ものすごい悠長に物を漁っております。なんかガス出てる。せいせい。おう、ちらっ。あれどこ行ったの。なって誰。え、これなんか、これなんかダメになってる人じゃない、これ。やっぱりほらほらほら、あれ怖い獣の目。何それ。この人知り合い。誰。ええ、テラセイブの仲間よ。なぜこんなことに。獣の目。風の音が聞こえる。ここが出口かも。ジーナはこの先へ行こうとして。でもこっちが気になっちゃう。なんだろうねこれね。ああ、なんだこれ、ぶら下がってんぞ。モイラ手を貸して。アギゲット。わかった、もう少し。あ、なんか開いたな。ジース。ガチャガチャ言ってるよ。あ、出てくんだろ。ジースって出てくんだろ。さんね、知ってんのこういうゲームね。ああもうバタバタ、もうほとんど開いちゃってる。何それ何それ何その。ちょっとチェーンロックの隙間ぐらい開ける感じなんですよ。僕ね、こういうゲーム慣れてるから、これ前のドアにあの注目を集めて横から襲ってくるパターン。違うな。あれ。後ろから走ってくるパターン、後ろから走ってくるパターンか。ん、パターンなのか。あれ、あー、すかしてくるパターンね。あ、もういろんなとこガチャガチャいってる。布
布の後ろにいるパターンか、いないパターンか。何なんか、あ、なにこれ、ルビー、お金、なんか お金みたいなのもらったどうすんだろうね。あ、サファイア、すげえ、なんか宝石がいっぱいある。やべえ、うめえ、やったぜ。あ、わかった。俺わかったぞ、これ。これ、行きは来ないパターンで、帰り道に来るパターンね。はい、はい。やっと着いたわ。鍵はあそこね。ここ最悪な匂い。鍵ちょうだい。鍵がないわ。あれ、どこやったの？あ、銃ゲット、よし。それ本気で使う気？こういう状況だからね。いやー、銃が使えるだけいいわ。落ちた拍子に鍵がどこかに行ったみたい。おじさんね、この前サイコブレイクゲームやってたんだけどね、攻撃一切できなかったからね。それに比べりゃ可愛いもの。あ、こうやって変えんだ。何これ、どうすんの。何を照らせばいい。はい、何、あ、鍵はどこ行ったか探せって。鍵、あれだな、鍵があった、あったよ。あれは届かないわね。撃ち落としてみる。オッケー。ヘイ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 、よし、ピーツタピーツタピーツタ。あら、何、なるほど。お、早いな、動き早いな、お前。危ねえ。はい。お、なんかそんなことできんの。何、あれ、今なんかナイフ急にスッて抜いて、あ、構えなきゃナイフなんだ。いっぱい来た、いて、モイラ、上がって、早く上がろう。あ、ちょっと、モイラに上がらすの。あ、いて、ちょっとあ、ちょっとキャラ変えちゃったやばい、ちょっとあれ使わせて。あ、違う、ボタンが違うな。時間止まってねえな、これ。あ、何これ、全然違う。バイオの仕組みが全然違う。何これ。なるほど。あ、何？なんで落ちた？え？この時になんか。あ、なるほど、蹴りか。オッケー、このバイオ5にあったな。やべ、なるほど。いって、このなんか丸を押すと回避行動があるんだけど、これちゃんと使わなきゃダメだ。危ね、あれ今ね、どこ行った。あ、転んだのか。はい、やろう、勝負。やべ、頭打ちにくいね。ういあ、使うときはスッと使うね。なるほど。この慣れないとまずいですね。いいのかな。なんで落とされたんだろう。足とか引っ張られたのかな。あ、いた。ごめんね、お待たせ。とにかく上に戻りましょう。変なおじさんがいっぱい襲ってきたよ。わーおいっぱいいるね。スイッチ死んだのかわかんねえ。それね、それ今教えるもっと早く教えてほしいんだけど自力で見つけたけどさ。来るね。来た。
見えねえ。おいちょい、あえナイフか。でも全然効かねえよ。よしよし、モイラちゃんが一発もらっちゃったな。結構アクティブに戦いますねこのゲーム。わお、まだ来た。どんだけいいんだ。おーおーおーおお、激しい連続攻撃してる。うわわ、動けねえんだけど。R 長押し回復って何？あ、自分に使ってくれんのかな、勝手に。なるほど、道具をいちいち開かなくても R1 長押しで使うよっていうことかな。さっきこれ暴れて、こういうところから出てきたよっていうことかな。なんかないかな。おお、よいしょい、へいへい、ダメだ。なるほど、8発か9発入れないといけないですね。一発銃でひるました。あとモイラちゃんシールドを使っちゃダメだろうな。5、6、あ、でもこいつはなんか体力が低かった。くそ、個体差があると計算できなくなるんだよ。バリバリ戦う感じですねこのバイオ。いいね。あ、いた。あー、超来るんだけど。お、ショットガン、いいね。なるほど、2発しかないな。よいしょ。お、やったね。銃がいるわね。ごめん、私は本当にいらない。銃だけはどうしてもダメ。あ、そうなんだ。あの時から。そうか、ごめん、忘れてた。代わりのものを探しましょう。代わりのものってのは鉄パイプとか。このライトで頑張ってバックアップするから。そっか。あれ、俺なんか、ん、あれ、強制でキャラ入れ替えられちゃった。あ、光ってる。何か光ってるわ。暗くて見えない。ライトで照らすよ。こんなことできんだ。へえ、結構じゃあ頻繁にこれモイラにしてピカーンって見つけなきゃいけないですね。クレア、バールだ、バール。見つけた。これ使えるよね。バールで殴れる。おお、いいねいいね。バールで敵を背後から殴るとひるませられます。 OK。 結構じゃあこれ基本はモイラにしといた方がいいかな。これすごい俺心配事があってさ、バイオ5のあの心配事なんだけど、仲間に弾渡すと全部バカみたいで撃って使うっていうね。その恐怖を思い出すよ。なるほど、バールはこういうのにも使えるのね。この子いたよ。これちっちゃい子がいた。ちっちゃい子いた。